武藤義則は日本中央競馬会美穂トレーニングセンターに所属する調教師で元騎手。娘は歌手の武藤あやみ。息子は JRA 騎手の武藤ただし。1982年に JRA 競馬学校騎手家庭第一期生として入学。同期には柴田義富や石橋守がいる。1986年に騎手免許を取得し、 黒坂を気球者所属としてデビュー。初起場は、同年3月2日の中山競馬第3競争で、ハイエースロー初勝利は3月15日の中山競馬第4、競争で同じくハイエースローであった。2001年に調教師免許を取得し引退。起手成績は2865,154勝そのうち重賞は1勝で1989年1月5日。 至高の日韓スポーツ賞金杯を西のミラーで勝っている。この金杯は昭和時代の中央競馬最後の重賞競争の一つであり、スポーツ日本賞金杯を勝つ得心で勝った松永美希夫と共に昭和最後の中央競馬重賞賞力士の一人である。2003年に旧社を開業。初出走は同年3月2日の中山競馬第7競争で、 富士のラブリーで13着、初勝利は、同年4月19日福島競馬第11競争で、男の友情、のべ20頭目であった。2008年12月20日、3回中京競馬3日目、第11競争の愛知杯、セラフィックロンプが、管理場として、重賞初制覇。騎手を務めた宮崎北斗も、重傷初騎乗で、初優勝と、初物尽くしの勝利であった。 ありがとうございます。